皆さんこんにちは司法試験まであと数週間ですね勉強の調子はどうでしょうかまだまだできることありますからね私もあと2週間とかあと1週間あと1日でもいくらでも点数伸びますでちょっと考えてみてください司法試験って4日間です水木金土日金が中日ですよね金の中日だって勉強するんですし土曜日だって刑法係争半日で終わるから ここで担当もねプロパーを詰め込めるわけですよ。で考えるとまだ数週間あるならいくらでもできることあります頑張っていきましょう。で私がね昔やってたことをもう踏まえて少しだけ勉強のお話をさせていただきます。で,やってくださいで担当は担当プロパーといわれる分野統治とかね憲法の。 民法で言えばまあ親族相続か担当プロパーかっていうのは争いがあるけど親族相続とか刑法の財質とかねまあそういうところをやっていくって感じですただね担当プロパーは先ほど申し上げた通り刑事刑事日ででで終わったその後でいくらでも詰め込めますなので論文メインに勉強していきましょう特にあとね担当弱い人も論文と担当の共通の論点これ結構担当に聞きますのでそれをやっていきましょう で私が昔やったのはねまず論証と論点周りの条文の確認まあやっぱもう直前期なんでしょうがない論証を詰め込みましょうあと論証の周りの条文これも徹底的に確認しますやっぱり法律って条文ですよね条文に戻って徹底的に確認しますであとねもう一つこれを言われると怒られるんだけど分からない論点ありますよねもう正直言うと分からない論点は分からないんでお茶を濁す方法を考えてください 要するに論文でそれなりに何か書いてこれる。で僕はね正直言うと司法試験受験生の時素因変更の素因がいまいち分からなかったただやっぱりお茶を濁せるある程度出ても何か書けるぐらいには仕上げていきましたそれ結構大事だったりします是非ねお茶濁せるように頑張りましょうあとは憲法と行政法の判例を徹底的に確認したのとあと合格答案のイメージの確認優秀答案や模範答案を読んで合格答案のイメージをつかみました。 でこの時期、ね、本当に緊張しますし私もね司法試験1日目と2日目眠れませんでしたいや横になってて寝てたかもしれないんだけどあの眠れたって意識はなかったんですねでもそれでも受かります緊張感すごいし、まあ、今年はねコロナの今日の年もそうだけどコロナの問題なんかもあるんですけどぜひねもうやれることを着実にやっていきましょうそうするとねきっと未来が開けるはずですぜひ、えー、この動画を聞いていいてたただいた方 合格を記念しておりますそれでは私からは以上ですお疲れ様でした